はい、でこの法律なんですけども152ページですね、消費者紛争解決における諸制度のうち裁判手続きに関するものと書いてあります。で今回ですねこの論文ですね少しですね気をつけていただかないといけないところがございます。これなぜかというとですね皆様ですね過去問の方で昨年ですね法律問題で消費者団体訴訟が出ましたよね。で団体訴訟の方の被害回復についてはこれは裁判所絡んでるんでねいいんですけども今回ですねこれ見ていただきたいのは裁判にの手続きに関して述べてくれてます。で意外とですね消費者紛争って ADR で片付く場合が多いんですよ。裁判外でね片付く場合が多いんでそれについては聞いてないってことです。それぞれですね電気メーカーとかあと金融関係結構しっかりしてますよね。金融関係については銀行とか証券会社とかでそれぞれの金融 分類ごとによって ADR があったりするでしょ。であと皆さんご存知のように国民生活センターに紛争解決委員会があるのご存知ですよね。これ何かっていうとですね消費生活センターに持ち込まれたんだけど消費生活センターで解決できないような、ものやなんかがでねとても重要なものについては重要消費者紛争のものについては国民生活センターの、はい紛争解決委員会というところで和解とか、仲介ができるんですよ。だけどこれ書いちゃダメなんですよ。なぜかというとこれ裁判手続きに関してって書いてありますからちょっと問題の出し方としてはやや意地悪かなということです。ですからまあ従って今回はねこのレックの回答例にあるようにまあ裁判手続きであるんであればまずは民事訴訟ですよね。はい、あの民事訴訟っていうのは一般的に言うと借りた金返せとかそういうような話ですよ。いいですね。でこの話です。でまあ途中で裁判が途中で和解になる場合があるよねっていうことですね。あとは、民事調停ですね。これは裁判所での話し合いというそんなイメージでいいかと思います。あと破産手続きという形ですね。これは破産手続きとはお金を借りてもうお金返せないとかねそういう場合ですね破産手続き。あと個人債務再生というのもこれあります。でこれは支払い不能になる前とかねこれも書いてありますね。あできればこれ裁判手続きについて関するものを述べようなんで1個1、2、3、4とか書くといいかなと思います。1民事訴訟とかね2民事調停とか3破産手続きとかで4とか個人再生、個人債務者再生とかね書いていただける。であとは消費者団体訴訟についてはこちらについては、消費者裁判手続き特例法に基づいて第1段階第2段階という形ですね。これでいけるということになるわけですね。いいですかね。ちょっと気をつけてください。結構 ADR で解決することが多いんで実際問題ね、まあ、あのすごいあの詐欺的なものになってくると刑事事件まで行ったりするんですけど、まあ、ちっちゃいものについては ADR で解決しますので、まあ、それを聞いてないです。今回裁判手続きですからあの問題文しっかりね読んでくださいね。あの600字から800字なんで余分なこと書けませんから、はい、ということになります。裁判手続き以外での方が、問題としてはいいのかなという気がしてますけど、一応問題の設定としては裁判手続きによってって書いてありますから、そっちで書いていただくということになります。